皆さんこんにちは、まちみなみです。今回100の質問の第2弾ということで裏になっちゃった。で、前半の時に答えきれなかった質問がめっちゃあるらしいんで答えていきます。初恋はいつ？幼稚園の時。学生時代の好きな異性のタイプ。足がめっちゃ速い人。今の好きな男性のタイプ。とにかく優しい人。一目惚れしたことある？めっちゃあります。好きなグラビアの写真集は？武田久美子さんのレディーニューヨーク。2022年やりたいこと3つ。ゴルフのスコア100切り、YouTube 頑張る、海外に行きたい。ストレス発散方法。ストレス発散方法は、ゴルフゴルフすぎ、もうゴルフが思い出したんだよ。まあ、でもピラティスとかね、ピラティスですね。子供の頃の習い事。めっちゃある。水泳、英会話、シーカヤック。シーカヤック？うん、シーカヤック。海に落とすと。今日バリ黒かったもん、私。そうなんや。あと合唱、あと絵を描くとかも習ったし、めっちゃ気合った。すごいね。今でもレッツのこと応援してますか？してます。チェックチェック。スノーボードを始めたきっかけ。一番最初に行ったのは大学の先輩が連れて行ってくれたから。今後どんなお仕事がしたい？お芝居とか、まあ、でもゴルフも大好きなんでゴルフもやりたいです。ライブ配信もっとしてください。あー、確かにやりたい。最近仕事で行った場所全部都内ゴルフ一緒に回りたいです。行きたい、誘ってください。好きなゲーム。好きなゲームカタン。カタンっていうボードゲームにめっちゃハマってるから、やれる人はぜひ連絡してください。最近一番泣いた映画。コーダ、愛の歌。めっちゃ泣いたね。私もバリ泣いた。バリよかったね。フットネイルはしてますか？してます。見せれない。柔らかいからだ。見える。すごい。見える見える見える。めっちゃ可愛くない？春の色にした。自分の嫌いなところは？適当、ズボラ、二度寝しちゃう。芸能界に入って嬉しかったことは、でも最近だとレッツの牧野選手がめっちゃ大好きだったからお会いできたのがめっちゃ嬉しかった。ホルモンバランス対策教えてください。まあ、ハーブティーを飲むとかかな。寝る前。カレーは好きですか？カレー大好き。特にインドカレー。結婚するなら年上、同い年、年下どれですか？年下はあんまりイメージつかないから同い年か年上。海外サッカー見ました？あ、たまに見ます。昔のやつ、イニエスタ選手の昔の動画とか、よく使う絵文字の顔。これどれ？分からんじゃけど目がうるうるね。あー、キラキラってなったやつね。このやつ。撮影前にやっていることは、でもジムに行ったり、結構普段歩いたりしないんだけど歩くのを増やしたりしてます、朝。まちみなみさん大好きです。ありがとう、バリ好き。学生時代はモテましたか？全然モテんかったよね。なんか謎の女すぎたよ。どういうこと？TikTok はやらないんですか？なんか消されちゃったんだよね、アカウント。なんか凍結されちゃって、なんかやりたいんだけど今踏み出せないから、この YouTube をきっかけにまた始めたいなって思ってます。好きな YouTuber 教えてください。好きな YouTuber、 私は花尾さんとか、教育系 YouTuber ばり好き。あとは韓国の Vlog とかめっちゃ見ます。好きなトレーニングメニューは、クラムシェルみたいな、横になってお尻のトレーニング。足をこう広く。忘れられないお仕事は？2回目ぐらいのグラビアの撮影が、なんか自分を解放してるみたいな感覚がめっちゃあったから、すごい心に残ってるし、写真集の時もそのカメラマンさんたちと一緒に撮ったのがやっぱ楽しかったかな。好きな洋服のブランドは？わあ、
でも6好きですね。今日この紫のインナー6です。福岡に戻りたいと思う？もう今帰りたいもん。まあ好きあらば、好きあらばちょこちょこ帰りたい。10年後どんな自分になってたい？やっぱり想像つかん。なるほど。さすがにどうかな、37歳やもんね。やばい、思いつかん。なんやろう。なんやろう。結婚したんかな。いや、しとった場合でも結構仲いい子がみんな結婚したけん、なんか近くに住みたいかな、みんなの。自分が結婚したいとかではなく、うん、ちょっと近くに住んでたいかな、みたいな。今までで一番泣いたこと。受験の時結構泣いたかも。大学受験？大学受験。今まで受験、私幼稚園から受験してるんやけど、なんか失敗したことがなくて、なんか人生初の挫折みたいな。ボードゲーム好きですか？ボードゲームバリ好き。最近はカタンってやつ。もうめっちゃハマりやすいよね、私。ハマりやすい、ね。ハマりしまうよね。高校の友達の間では毎日誰かしらミッタンからカタンしないって LINE が来るって言われてる。そう。カタン3人からしかできんゲームやから、本当にできる人連絡ください。昨日もしたもん。毎日しそうやん。美を保つ秘訣を教えてください。なんだろう、運動は大事だなって思った。運動嫌いやったけど仕事始めてからやっぱり好きになった。好きなアルファベット。やっぱりむずい。M。 みんな嫌いからペットは飼ってますか？今飼っとらんけど欲しい。自分の体の好きなところ。手首が人よりちょっと長い。海派山派？いや、もうダントツで海やね。海の女やから。部屋着派パジャマ派？私はパジャマ。木の寝れんかもしれん。最近ハマってる食べ物。食べ物。食べ物は、でも食べ物じゃないな、プロテイン。母校の後輩に一言。鬼辛を食べ過ぎて太らないように。懐かしい。食べてしまうよね。食べとったね。おにぎりと唐揚げのセットがあるんですよ、鬼辛ってやつ。帰省したら必ず行く場所。糸島のドライブは結構お父さんに連れて行ってもらいます。ゴルフにハマったきっかけは？でもやっぱりコロナとかでゴルフって結構オープンエアだからさ、安全かなみたいな。確かにジムとかも行きづらかったしね。そう、密閉の空間より開放的な自然を求めてるってことで思い出しました。ゴルフのベストスコアを教えてください。102です。すごいよね。けど全然最近またダメなんで。アスリート。そう。自分にラジオネームをつけるなら？白炭もみの木。Google のアカウントの名前がもうずっと高校生ぐらいの時から白田もみむきだから。それかなって思った。由来なんなん？白田がめっちゃ好きなんや。で、白田っていう名前だけじゃありきたりだなって思って、なんか一個付け加えたいなと思った。可愛い言葉がもみの木やったから。可愛いか？なんか可愛くない？もみの木可愛いかいな。もみの木って可愛いなって思って、白田もみの木っていう名前にした。最後に見てくれた皆さんに一言。最後までこんな、最後まで見てくれた皆さんに一言。この動画で私のことが、好きになってくれたらいいなって思ってるんですが、どうでしょうか。懲りずにまた見に来てください。ありがとう。ということで第2弾の100の質問コーナー終わりです。どうやった？いや、ちょっともう疲れたよね。バリ頭使った。なんか目がうつらになってきた。でも面白かった、こういうちょっと余計な話とかあまり普段できないから、余計な話っていうとこれ深いお話。そうやね、もっと話したいなと思って。この動画を見ていいなって思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。またね。